はい、どうもこんにちは、弟子一です。で、今回もガチンコマイル塾塾長暴露講座をお届けさせていただきます。今回のテーマはこれからのクレジットカードの未来に関してです。果たして年々マイレージ業界の解約に続き、クレジットカード業界も解約につながるのでしょうか。その真相と塾長が考えるこれからのクレジットカードとの付き合い方をお話しいただきました。今回もかなり興味深い話になっていますので、ぜひお楽しみにご視聴ください。ガチゴーマイレージ塾よっ。うわ、やっちゃった今日外したね。外しました。やっちゃったよ、マイルが。すいません、やったよ。いや、もうちょっと練習しときます。大丈夫、スローな感じでいいですよね。スローな癒し系で最高じゃないですかいや、このくらいスローがいいですよ今日はあれですか、皆さん天気はどうですか。今日僕のはもう快晴で、あれですね、もうタンクトップですね。何度くらいあるの。34度ですね。お、じゃあ南の島だね。はい、そうです。最近は南の島より日本の東京の方が全然暑いからね。あ、そうなんですね、うん、夏は最近もそんな感じだよね。あれ、マイルガールは今日何度くらいなの。37度だったそうです。え、なんかさっき28度とか言ってなかった28度曇りとか言ってなかったっ寝ぼけてました、すいません。あと、あとこれあの2枚撮りだってすぐバレちゃうねまあそういうことだよね。じゃあまあ同じような感じで、今日はめちゃくちゃ暑いよみたいな、そんな感じですね。夏休みでみんないい感じじゃないですか。はい、はい、うん、夏休みにみんなに聞いてもらいたいから、いっぱい撮った方がいいんじゃない、はい、収録。そうですね、楽しみにしてる方も多いと思うので。今日はじゃあ何にしようしますじゃあ話は、はい、今日はですね、クレジットカードの結構やっぱ質問をたくさん頂戴するので、うん、まあその塾長がクレジットカードに関してどのような考え方を持ってたりとか、まあ、実際に塾長がどうやって使ってるのかっていうのを結構伺いたい方が多いみたいですね。なんかやばい質問だねそれねやばいですね答えなきゃダメなの。そうですね、結構塾長のこう考え方を割と知りたい方多いみたいですね。なるほど。クレジットカードのプロがいるからね、いろんなほらクレジットカードここ登録してとか、アフィリエイトとかいろいろネットでやってる人いるじゃない、はい、ああいう人たちがまあめちゃめちゃ詳しいとは思うんだけど、テクニカルな部分は。そうですね。じゃあ全体的に今後どうなっていくっていうまあ話であれば、僕の方が強いかもしれないね。そうですね、めっちゃ聞きたいですね。そう、じゃあそういう話ちょっとしようか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうだね、クレジットカードだと、まあ、最近そうだね、僕の方もはっきりはしないんだけど、インターネット叩けば出てくると思うから、こういうのはね一応ヒントとしてみんなにあげるけど、はい、なんかチップ変わったよね。あ、IC チップですか。そう、感じない全然。いや、ちょっとすみません、クレジットカード新しいのに変えてないんで。ちょっとさ、インターネットでさ、IC チップ、変わったとかちょっと調べてみてよ。あ、出てこない。そうですね、2017年の2月とかでも出てますね、IC チップ。あ、出てんだ。これ変更とか、なんかそういうのあるよね。そうですね、簡単にスキミングされないとか、そういったメリットですか。あと暗証番号は。あ、書いてるやっぱり。はい、書いてますね。じゃあ変わったばっかなんで、やっぱそう変わったんだよ。あれなんだよね、めっちゃ迷惑なんだよねこれ。あ、僕的には、うーん、カード会社わかんねえだろうと思って変えてると思うんだけど、はい、チップの形とか見てもらえばわかるけど、変えてんだよねバンバン。それで通ったり通らなかったりするわけよ。あ、なるほど。新型のチップとか、出してくるとかあるから、新型のチップになっちゃうと、もうなんていうの、通らねえですよね。今の結局あれが、そうそうそう、あれがもう落ち着いてないんですよ。機械が、だって機械全部入れ替えなきゃいけないから、チップの方をやるとすると。そういうことになりますよね。
うんうんうん、もうプログラム変更だけじゃダメになってくると、そうすると全国に行き渡ったチップの機械、あれを交換しなきゃいけないじゃない。確かにそうなりますよね。そういう現象が今起きてきてるよね。うん、だからなんていうのかな、チップの部分が相当今後は、まあ、重要視されていくというか。でこのチップのパターンも日本やっぱり遅れてて。そうなんですね。最新型のチップはもうアメリカにかなり適応してるんだよね。うん、だ最新型のチップが埋め込まれたカードっていうのはアメリカでバンバン使えるようになったし、昔は全然使えなかったんだけど、はい、特に海外でも使えるようになってきましたよね。だからね、うん、だからその分日本で使えるところが少ないです、新型チップっていうのは、うん、僕の経験だとね、はい、うん、まあそういうこともあるんだけど、はい、まあ、そういう話を難しい話もしてもしょうがないかなとは思うんだけど、はい、まあ僕昔そのチップがないクレジットカードをキープしとけっていう話はしてたんだけど。え、そうなんですね。なんかまだ切り替わってないチップのないカードとかあるんですよ。はい、そうするとやっぱり通らなかった時とかね、スワイプっていうのはシャーッと通すやつね。あ、はいはい、通して買えるようになって、うん、これまあなんだそんなの、日本じゃ関係ねえやと思うけど、海外行くと大変なのよ。うん、そういうクレジットカード買えないと大変なことになるから、はい、お金も現金も持ってないでしょ。でクレジットカードだけで買う、で予備用のそのスワイプ用のクレジットカードとか持ってないと、はい、もうチップしかありませんって言ったらもうそれで万歳ですよ。チップとかない機械があったり、でスワイプ専用じゃないといかないと場所があってみたりするから、僕の場合はスワイプで、やれるそのクレジットカードっていうのもまた別に1個持ってるわけ、古いやつを、はい、うん。あとクレジットカード会社の方があれだ、ね、日本の場合はちょっと上下しっかり分けてきたね。はい、上下っていうのはその言いにすっごい言いにくいんだけど、はい、貧乏人と金持ちを完全に分けてきた。ああ、なるほど。そういうフィーリングはある僕、はい、だって昔なんか普通のノーマルカードで、はい、ノーマルカードで50万とかが限度額だったり、はい、行って100万やったぜみたいな感じで、そうなんですね。で、うん、そうそうそう、でゴールドでもう300とか、はい、マックスだったけど、そんなにいけるんですか。え、僕今普通のカードで500とかついてるよ。え、月月でですか。いや、何にもないやつで。めっちゃあれですね。いや、っていうかそういうの発行するようになってきたんだと思うよこれ。うん、僕カードとか切り替えで送られてくんじゃない、もう何十年だからさ、はい、そうするともう今500だよね、普通に普通のカード、うん、まあ、当然無制限のカードとか持ってるから、もう家とか車買えちゃうのも1個持ってるけど、はい、でも、うん、普通のカードですらあれになっちゃったよね、500万になっちゃったよね。すごいですね、うん、っていうことはもうガンガン買って買う人は買う人には買ってっていうことになってきてるんだよね。うん、でその上の人たちに対して相当こう口調が違うもん。デスクと電話した時ですか。そう、うんうん、もうひでえなと思ったのは、その僕平民カードみたいなのも1個持ってるのよ、はい、でそれでもういい加減解約しようと思って電話するともう繋がんないのよどこも。うん、でところがほら上のなんていうの、黒いカードとかのとこ電話すると一撃でつくし、はい、であと、うん、上の人たち用の同じ系統の会社でもね、上の人たちが電話するとこっていうのはもうすごいもんね、電話の対応もね。びっくりしちゃうよ。なるほど。うん、だって銀行関係もそうでしょ、なんか裏みたいなのできちゃって、金持ってる人と金持ってない人とはっきり区別し始めてきたよね。あ、そうなんですね。うん、金持ってる人にはもうなんていうの、特別な銀行、銀行口座と担当者つけますみたいな、そんな感じになってきてるよ最近。あ、うん、まあクレジットカードの話だからそうだな、もうちょっとクレジットカードの話しなきゃダメか。なんていうのかな、うん、このクレジットカードでこの場所で買えばマイル、例えば1マイルつくよとか10マイルつくよとか、そういう話は僕たちしたくないし、はい、ちょっとマイルゲバーみたいになっちゃうと困るから、そうですね、はい、うん、そういう目先の話をまあしてもしょうがないかなっていう感じはするんだけど、そうですね、
うん、なんか質問ある？ DCH の方で。そうですね、ちょっと単純に決済以外で塾長はこうどういう風にして、うん、あのクレジットカードを活用してるのかってなんか気になるのと、まあいろいろと塾長はまあ変な話ですけど、それ言わなきゃダメそうです、ちょっと気になりますね。なんか塾長ってあの僕が見てる目線と全然違ったものの捉え方をしてるので、そういうの部分をちょっと伺いたいですね。ちょっとこれ絶対内緒にしてよ、これじゃあ言うからはい、言ってくれるんですか、ありがとうございます。絶対内緒よ、はい、あのさ、みんな明細書とか見てないよね多分ね。あ、クレジットカードのちゃんと利用明細書ですね、細かく、はい、例えば今僕この手元にね、はい、まあ例えば JAL カードがあって、はい、例えばアナカードがあって、でもなんかのブラックカードがあって、こう3つあるとするんじゃない、はい、で平民カードがあると、はい、あるところのある会社の平民カードを、まあ、4枚持ってるとするんじゃない、はい、あるお店で使うと A っていうカードが安くて、はい、あるお店で買うと B っていうカードが安くてってパターンがあるのよ。このお店ではこのカード使うと高くなるっていうのがあるのよ。そうなんですね。え、知らないの？そう、全然考えたことなかったですね。え、使い分けてないんだ。そんな賢くないですね。はい。なるほど。まあ、じゃあ何を言ってるかっていうと、これ日本円の場合は同じよ。ああ、はい。当然。日本円で買う場合は、この4枚どこで使ったって同じだよ。はい。でも今インターネットで買う人いるじゃない？はい。海外のもの買ったりドルだったりとか、 あ、そうですね、あと海外旅行行く人いるじゃない、はい、海外旅行行くとき何自分のメインカードとかって言ってそういうのバシバシ使うのそうですね、まさにその通りですよね、うん、あ、めっちゃ損しちゃうよそれ。はい、え、そうなんですか、うん、もう下手したら、うん、例えば海外行ってさ、逆に100万以上買っちゃったっていう人は何万円も損するよ。うん、何万円だね。そうだね、1万で済まないよそれ。それは結構でかいですね。うん、だからここの店に関してはどんなことがあってもキャッシュで買わなきゃいけないとこと、 A っていう店だったらここのは絶対ビザ系のカードしか使っちゃダメなとことか、JAL さんだとか ANA さんだとか、 ANA カードはダメ、 JAL だったらここいいとか、うん、ブラックカードのあれだったらこの店は行けるとか、それ計算立てて使っていかなきゃダメなのよ。なるほど。全体的にで、まあ、一番すごいのはやっぱ為替レートの損だよね、はい、会社ごとに全然違うから決めてくるのが。ああ、そうなんですね。あれやべえこと言っちゃったそうですね、ちょっとやめてくれる、こういう話聞き出すの僕からすいません、ちょっとついつい。そうするとほら、まあ、電話する人が出てくるわけよ、クレジットカード会社に。ああ、なるほど。お前んとこふざけんな、すっげえ為替のあれ得してんじゃねえかみたいなのみんな分かっちゃうから、はい、みんな見ててさ、ああ112円50銭でこれじゃあこの日のレートで買ったんだって言うけど、あなたが買ったね、例えば7月1日に買ったっつんじゃない、はい、7月1日に買った時あなたのレート本当に112円50銭だったと、うん、ちゃんと調べてんのって言いたいわけ僕は。あ、なるほど。誰も調べてないんですね。はい。っていうことは、そんなのクレジットカード会社分かっててやってるのよ。それはケツの毛まで抜かれちゃいますよ、考えすぎると。ああ。当然でしょう。はい。それ考えて結構良心的なカードと、あと、それから極悪非道のカードっていうのが分かってくるわけよ。極悪非道のカード。あるんだよ、あるんだよ。ちょっとめっちゃ知りたいです、ね、この会社、ある、僕なんかあるもん、この会社潰してやろうかぐらいのあのことあるからそうですね、ちょっと塾長のカード知りたいですね。僕は教えないですよね。嘘嘘、じゃあ教えてあげるよ、どういうカードどこですかって思う、知りたい。いや、めっちゃ知りたいですね、はい、それ。どう、教えてあげるよ、じゃあもう分かるでしょ、もうはずない、ちゃんと準備しておいてくれる。わかりました。下にじゃあ GOHTTP://GOO. なんとかってあるから、はい、そこに登録してくれたら僕がひっそりメンバー、あの無料弟子の人たちだけにひっそり教えてあげるよ。ああ、それ最高ですね。あ、それを教えちゃったらさ、もうそこのなんと他のクレジットカード会社解約の嵐じゃない確かに。ふざけんなみたいな結構とかって言ってさ、 YouTube に電話されちゃったら大変じゃない。そうですね。だからそういうなんていうの、ちょっと危険な話っていうのは
ちょっとここで言えないからね。確かに。で、皆さんこれ使ってくださいよっていうのは、ガチンコで新年無料でちょっと教えてあげようかなと思いますよ。あ、ありがとうございます。こんな感じでいい？いや、めっちゃ怖かったです。何、全然考えないで使ってんの？弟子とか。そうですね、とりあえずなんか持ってるのを使ってますね。そうなんだ。はい。もう完全にやられちゃったね。いや、そうですね、完全にケツの毛まで取られます。たくさんだよ。はい。ケツの毛まで取られるんじゃない、取るのは難しいから。あ、そうか。ケツの毛まで抜かれる。抜かれる。すいません。抜く方が難しいか。まあ、ちゃんとあのことわざでね、昔の人はあると思うけど、ケツの毛を抜かれるってちゃんとインターネットに入れれば出てくるから。わかりました、ちょっと勉強します。あ、ちょっと弟子一、そんなすぐ打ち込まないで。早いからね、打ち込むのね。ケツの毛まで抜かれるとか打ってんだよ。まあ、そういうことだから。、はい、クレジットカード会社にケツの毛まで抜かれないように、ぜひみんな登録して、うん、あの最新情報ゲットしてください。はい、わかります。それに気がついた人たちが多いから、実は今クレジットカード会社そこかなり気遣ってきてるんだよ。なるほど。来年はその辺がトレンドになるから、そろそろそれ入れ、あのバレ始めちゃった、やべえみたいな、そういう状況が出て、そうするとクレジットカード会社次後締め付けしてくるとこがあるのよ。はい。そこのところは非常に、うん、注意していかなきゃいけないところだから、そういうのもちょっと教えてあげるね。あ、よろしくお願いします。そんな感じで今日は、あ、今日もありがとうございます。はい、どうも。ガチンコ！伝える塾！